電子光学センサーは、光や光の変化を電気信号に変換する電子検出器である。これらのセンサーは、赤外線から紫外線波長までの電磁放射の検出ができる。以下のような産業、民生、軍用機器で使用されている。光学センサーは光線を電子信号に変換する。光の物理的な量を測定し、それを機器で読み取り可能な形に変換する。光学センサーは一般的に光源、測定装置、光学センサーを統合したより大きなシステムの一部である。これは多くの場合、電気的なトリガーに接続されている。トリガーは光学センサー内の信号の変化に反応する。光学センサーは一つまたは複数の光ビームからの変化を測定できる。変化が起こると光学センサーは光電子トリガーとして動作し、電気出力を増減させる。光スイッチは光ファイバまたは光集積回路内の信号をある回路から別の回路へ選択的な切り替えを可能とする。光スイッチは、機械的手段、電気光学効果、磁気光学効果、及び他の方法で動作することができる。光スイッチは、集積化されたまたは個別の調光型電子回路と統合できる光電子デバイスである。光学センサーには様々な種類があり、最も一般的な種類は以下の通り。光スイッチは、通常、電気光学効果を利用して、回路の切り替えのために、光ファイバ内で使用される。これらのスイッチは、例えば、微小電気機械システム、または圧電システムを用いて実装することができる。光学式心拍センサー電子光学センサーは、光をエネルギーに変換する必要があるときに使用される。このため、電子光学センサーはほぼあらゆるところで見ることができる。一般的な用途としては、画面の明るさの調整用に、センサーが使用されるスマートフォンや着用者の心拍数の測定用にセンサーが使用されるスマートウォッチなどがある。光学センサーはエネルギー分野で電力の生成、生産、分配、変換を行う構造物を監視するために使用されている。光ファイバの分散した非導電性により光センサーはパイプライン監視を含む石油、ガス用途に最適である。また、風力タービンブレードの監視、海洋プラットフォームの監視、電気系統の監視、掘った穴の監視などにも使用されている。その他、橋梁、空港の滑走路、ダム、鉄道、飛行機、翼、燃料タンク、船舶の船体監視などの土木、輸送分野での使用もある。他の用途の中には、光スイッチは、信号を切り替えるために干渉系の片方の屈折率を変化させる熱方式、高信号を適切な受信機に変更できるマイクロミラーの列を含む MEMS 方式、引荷電解に応じて変更した光を回転させる圧電ビームステアリング液晶及び光を変更させるために温情によって誘起される歪みの結果として屈折率を変化させる音響光学方式などに見られる。光学センサーのもう一つの重要な用途は、可視分光法と赤外分光法の両方を使って異なる化合物濃度の測定である。ありがとうございます。